おはようございます。本日はですね、マグロのすき身ですね、こちらです。マグロのすき身を使った丼を紹介したいと思います。マグロすき身丼ですね。はい、まずですね、マグロのすき身をですね、乗っけていきたいと思います。はい、こんな感じですね。こんな感じでガン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 とガンガンガガンガガンガガン、ちょっと片手でやりにくいので一回止めて乗っけてみますね。ですね、大葉を敷いたご飯ですね、ご飯の上にすき身ですね、すき身を乗っかりました。そしてですね、岩のりですね、岩のりを手でほぐしながらガン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 、岩のりの分量の方が多いような感じがしますが、これがまた美味しいんでございます。そしてわさびですね、はい、わさびを添えました。そして真ん中に、ちょこっと穴を開けて、こちらですね、生卵、はい、こんな感じで、完成でございます。ではいただいてみたいと思います。はい、マグロすき身丼ですね、完成いたしました。あとはですね、こちらお醤油を、ちょこっとかけまして、わさびですね、わさびを適当に散らします。はい、そして生卵を割って、あとはかっこむだけでございます。いただきます。はい、マグロのすき身のうまみと卵の濃厚さ、そして青梅岩海苔の香ばしさと、本当に美味しゅうございます。それでは本日も無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。マグロすき身丼のご紹介でございました。失礼いたします。